はい、 G1 クライマックス26にご来場の皆様、スクリーンにご注目。どうも、鷹の爪団の吉田でございます。ここらで新日本プロレス観戦時のマナーについていくつかお願いがございます。しばしお付き合いください。それではいきますよ。鷹の爪団プレゼンツ、新日本プロレスマナーの掟。よっしゃ、テンション上がってきた。吉田君がそんなにプロレス好きだったとはね。何言ってんすか総統、僕は島根一のプロレスボーイですよ。今日は真壁と本間のシングルマッチが見られるって聞いたんで、興奮して夜も眠れましたよ。え、それ普通じゃよ。さあ始まりますよ。あれが真壁選手と本間選手か。なんだかおっかないね。真壁スイーツ真壁。あー、吉田君、モンブランが大好きって本当？本当は真壁だけにマカロンじゃないの？あ、なんだお前、僕らずっと危ねえよ。やばいよ、何言ってるか分かんないけど絶対怒ってるこの人。何僕ちゃんと当てないと危ないよ。あ、いい人だった。試合は必ずチケットで指定された座席で観戦してください。通路や空いているスペースに移動したり、選手の入隊場時にプラ柵、鉄柵前に移動する行為は危険が生じる場合があります。絶対にやめてください。いやー、すごい、まさしく男の対マン勝負じゃ。おっしゃ、いけ本間、頑張れ、いけ。おい、お前何立ってんだ。いやー、今度こそすごい怒ってる。ちゃんと自分の席ですよ。だからって立ったら後ろのお客さんに迷惑だろうが。あ、やっぱりいい人だった。椅子に立ったり立ち上がって他のお客様の観戦を妨害するのはやめてください。周りが不快になるような言動や行為もマナー違反です。フレーフレーマーカーベー。ほら、登りもダメだぞ。はいはい、わかりましたよ。ポイ捨てもダメ。新日本プロレスの会場では紙テープ、登りの使用は禁止です。ゴミは所定のゴミ箱に捨ててください。フレー、いやー、場外乱闘じゃ。マカベやりすぎだ。マカベ選手が変な色になってるよ。場外乱闘の際は必ず係員の指示に従ってください。選手が近くに来た場合でも絶対に触らないでください。また万が一大きな事件があった場合も慌てず係員の指示に従ってください。うわー、いいぞ本間。後継士後継士。あ、なんだこの煙。博士、それまだ焼けてませんよ。何バーベキューしてんだこら。全力で応援してたらお腹空いちゃって。ああ、ダメですか。ああ、すいませんね、生きててすみませんね。飲みすぎもダメ。場内は火気厳禁です。喫煙は決められた場所でお願いします。また過度のアルコール摂取による泥酔状態での感染は他のお客様の迷惑になるのでお控えください。後継士、今度こそ決めろ。後継士。おお、かわした。いいねいいね。よし、今度はキングコング2ドロップを狙うぞ。おい、動画の撮影は禁止だぞ。いや、そうなの？許してください。相当に撮影しないと天山みたいな髪型にするぞって脅されたんです。いや、言ってないよ。言い訳すんな、バカ野郎。なんでわしまで。会場内でのカメラ、スマートフォンなどによる動画撮影、録音は違法行為です。肖像権、著作権の侵害となり罰則の対象になります。さらに撮影した動画などをインターネットにアップロードすることももちろん違法行為です。また不審な行為をしている人物を見かけたら会場内のスタッフまでお知らせください。ただし写真撮影なら OK です。ブログや SNS にも載せてプロレスの素晴らしさをどんどん広めてください。ルールを守って楽しく観戦、ご協力お願いします。すでに8月に公開される映画鷹の爪8、吉田くんのバッテンファイルもよろしくお願いいたします。なんと俺たちも出演してるぞ。見てね。